お疲れ様ごーん。ヒーってしてたの見えたら嫌だ。こんばんは。こんばんは。待って、口の色なさすぎる。レアなシーン、嫌です。そんなシーンいないでくださいよ。そろそろ実習なので、これ最新来れるようになるかもって。待って、実習になったら逆に来れるん？不思議ね。レモンフラペチーノ美味しいんかな。あ、バイトないからね。なるほどなるほど、そういうことか。ちょっと待った。オッケー。今日は本当にたくさんの方が会いに来てくれて、会いに来てくれてじゃないね、参加してくださって、お話し会嬉しかったです。皆さんありがとうございました。そう、明日もねおしましできると思いますので、撮ってないよ、誰の撮ってないよって方もぜひ思ってますね。そう、本当に今日めっちゃ久しぶりに会えた方がいっぱいいましたね。みんなありがとう。そう、ありがとう。声発しないけど顔だけ見に行こうかな。来て サイン外れてピエンって。ねえ、わさっぴさんさ、来てくれんかと思った。昨日なんか楽しんでねみたいな言ったからバリバリ来てくれてラブってなったねえ、でもさ、バンされた？あれ、私的にバンされてない感じしたんですけど、バンされたの？あれだとしたら私は気づかんやった。普通に話、普通に切れたかと思った、来月のお話し会初めてってことは直接会えるね。嬉しい、待ってますね。そうね、ミンサーさんね。そう、私も配信始めようと思ったら、そう、ミンサーさんがそうやってツイッター違う、ツイッターと、そう、ショールームのテロップに書いちゃったから、配信するのをやめて、そう、ミスターさんの配信見てました。でもあれいつやったかな、結構前にね、そう話してたんですよ。そう言ってたので、そう、でも今日発表するのは知らんやったけど、そう、でそうなんや、今日ね、そう、日付変わったら、そうそうそう、明日も配信する。明日はまだ悩んでるんですけど、まあわかんないです。昨日してないっけ。あ、そうや、昨日はさ、昨日は荷造りに時間がかかりまして、
今日着るお洋服をずっと一生考えてて、大変でした。そう、電波さえあれば私は参加しますので嬉しい、待ってる。あ、そうだ、何やったっけ、あ、そう、バイバイでき、バイバイできんかったっけ。あ、そうや、バイバイできんかったね。なんかパッて切れたと思ったけど、あれバンされたん。推しやなくて推し、どっち、どういうこと、推し、え、そう、うん、どういうこと、そういうのもさ、作業着にしたら悩まんでいいのに。確かに、じゃあ作業着くださいマサピさんの作業着ください明日前撮り、ワクワクやね。日曜日か、そうや、私も、私はいつしたっけ、一昨年とかにしましたかね。あ、私11月にしたよ、11月、前撮り11月にした。うん、11月やったはず。え？いや、嘘。いや、うん。ん？あのね、自分の誕生日に振り袖決めた。うん。で、多分11月ぐらいやったはず。雨でした。私は。雨でした。でも、それを言ったら、なんだっけ、そう、それをね言ったら、雨の日は雨の日はなんて言ったっけ、あ、そう、それを言ったらね、雨の日は晴れの日よりも少ないから、そう、貴重って、確かになって思ってそうやって思ったらいいんですよ。あ、枠が夏までしかなかったんや、なるほど、そういうことね。そう、細め、え、ちょっと嘘かな、え、11月ぐらいやったはずよえ、うん、多分、ね、私のお下がりでいいと本気でプレゼントしちゃうよじゃあお揃いの作業着で、うん、そう、めっちゃポジティブだよね、そうやって言ってくれて、あ、確かにな、ね、って思って、そんなポジティブな言葉大事ですよ、皆さん。でも明日晴れそうやない？どう？確かに今日ね、過去一じっくり、確かに話した。今日ね、嬉しかったですよ、たくさんの方が来てくださって、うん、今日オンライン久しぶりやったからかな、すごい多くの方が来てくださいました、ありがとう、みんな両方待ってるんで。そう、これ2つつけてる、これジーナシスのネックレスですね、2個つけてる、2個セットのやつです。もしもし漏れたらそらちゃんに DM しても良きですか？え？待ってるよ、逆に送って送って、前撮り見たい見たい、うん、首輪じゃないです、
ワンじゃないんだから。やっぱオンラインの方がね、そうだよね、遠方の方も参加できますもんね。今日も可愛かった、嬉しい、ありがとう。元気ないの、ちょっとプロレスラーみたいにもっと大きいチェーンしたってこと。ちょっとみんないじってます。オンライン参加したかったってね、来てほしかった。そうでも、そう全然今日会えなかった方ももちろんいたので、そうやっぱお仕事とかのね都合とかもあると思うけど、皆さん参加できるときはいつでも待ってますよ。お手じゃないのよ。オンラインお話し会は明日参加する。お、当選した際は楽しみ。宗師さん初めてやもんね、オンライン。そう、対面では来てくれたけど、そうそう楽しみに待ってるわ。嬉しい。明日4部ですかね、今日も4部だったので待ってますね皆さん。6月まで我慢します。お、でも嬉しい、17日の幕張追加したって。待ってます、みんな待ってます。最近やや忙しいので勝手に作った。サラノさんが締める。あ、病んでた。読まんで、何でも言って。7月まで我慢。7月遠いね、待ってるよ。7月の頭と最後のお話し会に参加し、お、待っちゃるわ。本当にって、うん、何でも送って。何でも送って。そう、まあ配信でしかね、そう返すことはできんけど、皆さん読んでますんで私。幕張の、うん、お話し会も土日で追加購入しました。あ、待ってます。今もオンラインいけるかな、大丈夫かな、オンライン、オンラインじゃない、今もまだ追加できるのかな。1日までか。皆さん待ってます、皆さん待ってますよ。あのポチポチしてください、たくさん。会いに来てください、たくさん待ってます。そう、ポチポチ、チェキ届いた、嬉しい。何のチェキ、何のチェキかな。そう皆さん、そうだそうだそうそう、それ言いたかったんですよ。今日はあの生誕グッズがね、今日から、そう今日の10時から朝のね、予約販売スタートしてるので、皆さん絶対に絶対にサーノンファンの皆さんはゲットしてほしいです。そう今回、しかも今回はー思いっきりサインをね私のサインを左胸、胸元あたりに、ん、左の胸、ん、なんて言えばいい、左に
デザインに入れましたので、はい、皆さんたくさん着てほしいなって思います。あとマグカップもね、同じデザインが入ってるのでサイン入りのマグカップになるかと思いますよ。うん、サーメルの写真可愛すぎた、ゆりちゃんありがとう。そう、ワンポイントにしたらサインでもみんな普段着として着れるかなと思って。生誕グッズにするかお話し会にするか、どっちも。さあちゃんサイン変えたのって、なんで？サイン変わってた？あ、そう、私はエイトのままが良かったけど、でもなんか変えた方がいいのかなって思ったので自分から変えました。寂しいけど、うん、そのままで良かったのかな。あ、セット売りないんや、なんで？セット売りがいいよね。うん、磯風さん嬉しい、久しぶりに話してね、嬉しかった。そう、めっちゃ着やすいと思いますよ。そう、着やすさ、あとね、ちょっと聞いてください皆さん、ちょっと聞いてくださいよ。ですね、私生誕グッズのデザインの締め切り知らなくて、そう、知らんくて、撮影の日に、そう、撮影の日にね、そう、サラナちゃんって言われて、スタッフさんに、そう、スタッフさんに、サラナちゃんって言われて、そう、サラナちゃんって言われて、なんだっけ、ちょっと待って、ちょっと待って、そう、グッズの係のスタッフさん、グッズのスタッフさん、グッズ担当のスタッフさんに、そう、サラナちゃんって呼ばれて、あ、そう、マネージャーさん、上美さんとか上美ちゃんなんやけど、そう、嬉しいよね、サラナちゃんって呼んでくれるの。そう、ダンスの先生と、そうですね、ショップ担当のスタッフさん、サラノちゃんって呼んでくれますね、確かに嬉しい、サラノちゃん呼び、うん、そう、サラノちゃんって言われて、はいって言ったら、今日生誕グッズの締め切りだから後でデザインしてくれるって言われて、え、今日ですかって言って、私飛行機の時間もあったんですね、日帰りやったから、そう、それででもなんか飛行機の時間考えたら間に合わんくて、だから飛行機も、そう、そう、何便か遅らせたんですけど、そう、遅らせて、え、今日ですかって聞いて、聞いてないですって言って、今日なのって言われて、そう、聞いてないメンバーが数名いて、数名おって、結構おったと思う、そう、おった、私とおりんさんも、え、今日みたいな反応しちゃって、そう、結構、え、今日ですかみたいななってて、なんかいつもね、そうね、そう、早く言ってほしかった。そう、あ、そうだから、そうだ、七瀬さん、確かに七瀬さんとか2名ぐらいメンバー、確かにデザインまだのメンバーいましたね。そう、なんかじっくり考えたかったんですけど、なんか今日って言われたらもうさ、なんか明日でいいですかとかなんか言えんやん、そう、言えなくて、そう、何もないまま、何も案がないまま、そう、言われたから、そう、ありゃーってなって、そうで、なんかいつもはね、いつもだったら、自分の、私の連絡先に、何日まで提出です、よろしくお願いしますみたいな来るんですけど、そう、今回なくて、そう、
でもあのパッて浮かびました、サイン入れたいなって。そうサイン入れたいなって思って、GJ ってなん？そうサイン入れたいわって思って、なんかいや最初ね、あーでも急にそう急にさ、やっぱデザイン描くの私絵うまいわけじゃないしさ、絵得意でもないからさ、すぐ考えるの難しいやん。そう結構悩んじゃうしね、結構考えちゃうし、そうまあ 1,2 時間ぐらい欲しいのでそうだからね、写真にしようって思って、今年も写真にしようって思って、で写真でいいですかって、写真は後でお送りしていいですかって言ったらさ、もう今回から写真がダメになってしまってすみませんって言われて、あなるほどってなって、写真ダメなんやって。そう今回から写真ダメらしくて、で私サイン入れてみたいって思って、なんかさなんかねパッて思ったんですよ。そうなんかサイン、推しのサインが入ったグッズあったら私は嬉しいなってめっちゃ思ったんですね。そうめっちゃ思って、そう実際にさ、私ダルビッシュ有選手のサイン入りのなんちゃらとかそういうの嬉しかったから、そう帽子にサイン書いてくださったのとか嬉しかったから、そういうのあったら嬉しいなって思って、あの自分のサインもね入れてみました。でなんか着やすく、みんなが着やすいように、うんここによくあるワンポイントのようにサインを入れてみました。でもなんか20セカンド空のは入れるか入れないか、そう入れるか入れないか、そう最後の最後まで自分でも悩んだんですけど入れることにしました、ね、入れんくてよかったかな、どっちがよかったやろうね。でも可愛いですよね、マグカップも可愛かったですし、どうでしたか。確かに今回抽選特典なかったからさ、逆に全員そうですよ、あの皆様ゲットしていただけたら私のサイン入りのものがゲットできるということになってますね。はい、確かにお揃いできれるといいな。7月末の話か、確かに確かに、どうだろう。あっていいか、そうだよね、そうだってなんかサインだけのワンポイントやったら確かに、私それも考えたんよ、サインだ入れるか入れないか、天地世界の空のを入れるか入れんか迷ったのが、そうなんか入れたらやっぱ生誕グッズっぽいやん、けど入れんかったらなんか作ればできるなみたいなもう思ったから、やっぱ入れようと思って、そう生誕グッズっぽく、そうそうそう、トメさんが言うように、そう着やすくてソラノちゃんらしくて心地いい、そう色もね悩んだよ、色もオレンジにするかピンクにするか、でもピンクはやったことあるから、そうオレンジにするか、オレンジで文字白にするか、そう白にオレンジにするか、でもなんか白 T の方がみんな着やすいやろきっと、普段使い急いでデザインしたとは思えない、さすがつらのちゃん天才、つらちゃん天才、嬉しい、ありがとうね。動画もないん、本当にびっくり、私それ今日ファンの方に言われてびっくりしました。今年も特典の動画当てようと気合い入れてたのにね、私も毎回楽しみにしてたんですけど、
前回のやつが嬉しかったよね、きっと。サイン書いてるところの動画をもらえるやつ、あれ嬉しかったじゃない。どうなんですかね。私がさ、わーって喋ってる動画よりさ、サイン会長さ、サイン書いてるとこのさ、あの動画もらえる方が嬉しくない？なんか去年のめっちゃ良かったと思うんですけど、個人的に。白だとカレー食べれ、あ、ごめんなさい。ね、オレンジが良かったじゃん。でもオレンジやったら、いや、私はオレンジの T シャツが欲しかったんですね。そう、オレンジと白 T、 まあどっちも欲しいやん。どっちも欲しかったんですけど、でもさ、でもそう、あのさ、オレンジやったら可愛いけど、そう、あのファンの皆さんからしたら分かんないよ。あのオレンジ着たことないって方は、まあチャレンジできるかもしれんけど、そう、まあ、抵抗ある方もいるかもしんないもんね。あのカラーティーだと、まあ、でも私オレンジか、そう、白で迷いましたよ。あ、 T シャツの色はね結構ありますね。うん、でもピンクは、え、ピンクはさ、そう、薄ピンクやったことあるんですよね。ベビーピンクみたいな、うん、こんな色やったことあるやん。一番最初のやつかな。そうそう、サイン書いてる動画よかった。お、よかったね。あのサイン書いてる動画ね、あれ、私がファンの方の立場だったらあれ嬉しいなって思うよ。あ、オレンジと空色ね。確かにオレンジに空色でも合うかな。でも確かにそう、自分のカラーとしてね。経験ないって何？赤ありましたって。赤あったはず、多分、うん、あったと思うよ。うん、あと現場で、あの生誕グッズのデザイン描くの初めてやった。いつもお家で描いてました。うん、お家に送られてきてとか、お家で PDF をコピーしてとか。うん、買ったはず。結構色はね多いんですよ。うん、え、そう、個別動画ね、いいよね、あれ。確かに確かに、去年めっちゃ良かったですね。あの動画を撮るスタッフさんが いらっしゃって、あの T シャツを押さえてくださる、伸ばして押さえててくださるスタッフさんがいらっしゃって、そうそう、3人体制で動画をやってました、私含めてね。空色でもよかった。確かに確かにね、確かに確かに。でも私はオレンジと白が欲しかったそう、なんか黒とベビーピンクはまあやったことあるやんか、やから黒とベビーピンクはね、今回はやめようって思って、そう、オレンジとね白で、どっちをどっちにするか迷いました。文字をオレンジにするか白にするか、 T シャツをオレンジ白にするかみたいな。いや違うよ、ジャイアンツカラーじゃないよ。普通にシンプルに大好きな色&あの宮崎をイメージする太陽とマンゴーの色をかけてますね。そう、
もオレンジですけれども、1時間配信やるって、1時間配信やる何時から始めました？違います、ジャイアンツからじゃないんですよ皆さんちょっと皆さんそこは違いますから。確かにトートバッグ欲しかったよね。確かに確かに、今回マグカップなので皆さんのあの生活にプラスワンしてください。ぜひ私も。あ、22分から始めたんや。じゃあまだ30分ぐらい、じゃあ 何分かやりましょうかね。本気でマグカップ欲しい、あ、欲しいと思ってたとこ、あ、本当の生活で、生活の中でってことね。おお、もうそれはゲットするしかないですね。みんなだってマグカップあって困らんやろ。マグカップみんなだってマグカップほらみんな朝お水でもお茶でも飲めますよ。コーヒーでも何でも飲めますよ。電子レンジだってきっとできちゃいますよ。スープだって飲めますよ。みんな朝から夜まで使えますよ。なんならお仕事に持ってってください。うん、そうね、生誕グッズで当てる気やまんまやったのにってね、そうやってでも言ってくれて嬉しい。マグカップたくさんあります。あ、いや分かりますよ、分かります、その気持ち。でもサロンのあのデザインしたあれだよ、マグカップですよ。しかも今回はサイン書きましたみんなこれあげてするしかないよ。お揃いしましょう。そう、 T シャツもさ、あの後ろはもうお決まりのデザインなんやけど、そう前はワンポイントなのでめっちゃ使いやすいと思います。あとタオルはね、今回カラーを選ぶ感じだったんですけどオレンジ選びました。うん、ピンクと迷った、ピンクとオレンジで迷いました。あのちなみにタオルはねピンクとオレンジで迷いましたよ。うん、なんか私持ち物はねピンクが割と多いんよ。そうメイクポーチもピンク、いやこっちは違いますけど、メイクポーチ、大きいメイクポーチはピンク、薄ピンクの、え、これなんやっけ、ビアードパパじゃなくてシュークリーム、それはバーバパパ、うん、の薄ピンクですし、そうピンもピンク、結構ピンクなんですよね。ピンクと迷ったんですけどオレンジにしました。ウォーターサーバーあるから水を飲むのに使う、を使ってください。そうよ、朝から晩まで私のことを考えてくださいっていうことですそんなこと言ってないですけど、そういうことです、きっと。マグカップにサインなら欲しいかも。そう、マグカップにサイン入ってる、 T シャツにもサイン入ってる。そう、マグカップは職場で利用できます。そうそうよ、宗師さん、あのぜひ職場に持ってってください。あのみんな自分のデスクがあるのかは分かりませんが、デスクがある方はねそこにぜひ置いてください。マグカップでお酒飲みます、でもそれもありやね。
飲んでください。人一倍美味しいかも。え、なんていうこれいつも以上に美味しいかも。あ、そう、サイン、びっくりした。2つ書いた、ありがとうね。最近マグカップかけちゃったからな。あ、それサラモンのマグカップにするしかないね。サラモンのマグカップにするためにきっとそのマグカップはかけたんです。そういうこと。うん、ねえ、3年間すごい、全部当たったのすごいね。間違いなく揺れた時に落として割れるから職場では使いません。あ、わざっぴさんみたいに、そう、揺れるところで働いてる方はもちろんお家に置いといてくださいね。大事にお家で使ってくださいね。そう、船に置いてたら割れますから。紙なのにそこまで、ありがとうございます。そう、皆さん、安全な場所で大切に使ってください。たくさん、長く。マグカップって長く使えるよね。だってそう、たくさん使ってください。え、ノリでダメよ。サンのマグカップ購入で職場はつば九郎マグと日産マグの3つになりそう。待って、3つ。じゃああれやね、お水用、コーヒー用、スープ用。サンはどれになるのでしょうか。サンはね、お水がいいな何がいいかな。何用にするん。お水がいいな。だってお水が一番使ってくれそう。あ、ペンタテね。確かに使い方変えたらそれでも使える。確かに。あ、コンポタ用ですか。何用があるんですか。ちなみにグッズのマグカップいっぱいあるけど職場には持っていけないので増えるばかり。確かにお家の全部グッズにしちゃえ。うん、みんな何用にしてくれるんですか。ちなみにカフェオレいいね。コーヒー飲む、お、いいやん。コーヒー飲む方とか毎日使うやろ。観覧用、観覧用、まあそれもありですね。お花をいけちゃいます。絶対嘘やん。いけてください。じゃあ、うん、お花いけるは面白いね。うん、あ、お米の計量カップ。確かに、どんぐらい入るんやろ。うん、大切にしてください皆さん。まれものなので。あ、日産マグか紅茶で、つば九郎が緑茶用。あ、じゃあ私はコンポタですか。嬉しい、ありがとうございます。黄色にしていただいて。コーヒーお茶めっちゃ飲んで茶、え、なになになに、茶渋、ま、ねえ、ちょっと嫌です。真っ黒にせんでね、みんな。真っ黒にしないでください。どちらかというと明るい色がいいです。うん、白か、うん、そうですね、まあクリアーな色にしてください。あ、私お家では両方使いますよ。マグカップも使うし、使います。温めるときが
マグカップで温めるときは普通のコップ使ってますね。バイトから帰ってきてお風呂入ってたって、わあ、おかえりウランちゃん。まあたくさん使ってください。マンゴーティー飲む、めっちゃおしゃれ。あ、定期的に漂白します。それ私のデザイン兼大丈夫？なんか今日巻いてたからさ、今日巻いちゃったからなんかボサボサになってきた。うん、でも漂白中だけやったら大丈夫か。髪色いい？嬉しい。でも美容師さんもそうやって言ってくれた。動画もう少し待ってて、何日でも待つよ。さやちゃんさ、うん、何？でも次ね、染めるときは、うん、まあ1、2ヶ月後ぐらい、違う色にしようと思います。ずっと最近レタッチだったんですよ。2回レタッチしたんです。そう、撮影とかのために、コンサート撮影のために。そう、なんか下手な色にせん方がいいかなって思って、もし気に入らん色やったらちょっとあれかなって思って、そう、なんかあんま変えん方がいいかなって思って、自分が気に入ってたのでこの色でレタッチしてもらってたんですけど、次はなんか違う色にしようかなって思ってます。ちょっと美容師さんにおすすめの私が似合いそうなカラーをねチョイスしていただこうかなって思ってます。また可愛くなったね、急に。何、嬉しい、ありがとう。明日会える？ウランちゃん楽しみ。漂白してもデザインまでいけんから大丈夫。じゃあ定期的に漂白してください。内側のみ。あ、マグカップでヨーグルトいいね。みんなヨーグルト飲みなよ。だって白色じゃん。つぶろいいね。もちろん私はブリーチしませんよ。髪傷みたくないので。すっぴんかも全然いいよ。トリートメントいいね。あ、茶碗蒸しいいやん。茶碗蒸しいいですね。今金髪、おお、いいね。まあもちろん私はブリーチしないので、そうですね、何色が似合いそうって言ってたっけな、なんか言ってたんですけどね。17日の話し会、お、来てくれる？何色でも似合う、本気？でもなんて言ったっけ、なんか赤みを入れた色が似合いそうって言ってた気がする。あとなんかベージュのね、なんか言った。まあ今日つけてるネックレスカチュー嬉しい。これはねジーナーのだよ。2個。ねえ聞いてよ、赤っぽい色似合いそう。そう、なんかちょっと赤みが入った色が似合いそうってなんか言ってました、美容師さんも。赤系赤っぽい色似合うかな。自分に何色が似合うか分かんないんですけど、でも私もともと焦げ茶なんですね、地毛が。だから黒よりは茶色の方が似合うと思うんですよ。でもなんかさ、前の写真とか見よったら、あ、前めっちゃ黒かったんやなって思う。あ、黒
黒っていうか暗い色が、そうめっちゃ黒寄りっていうか、うん、暗かったんやなって思う。今めっちゃ明るいんやなって思いますね。うん、おそろい。そう、なんか2個つけるのも可愛いよね。でもあのレタッチしたばっかりなので、この間撮影あって14日に撮影あったやん、だからまだ何日だっけ、そうまだ10日13日ぐらいしか、2週間ぐらいしか経ってるんから、まだ染めれないですけど、1、2ヶ月後にちょっとここが根元がプリンちゃんになってきたら次の色に行こうかな、タイミングが合えば。セータンティとマグカップ、まあどれがおすすめ、うおーめっちゃさ、それめっちゃ迷ったよね。でも T シャツかな、うわーでもね、うーん、でもどっちもゲットしてほしいからこそめっちゃ迷う。うん、そうでもデザインどっちも一緒なんよね。そうそう、だから毎日マグカップを使いたいか、洋服として身につけたいかじゃない。うん、でもなー、ちょっと待って。いや、皆さん両方買ってくださいよ、全部。皆さん両方ゲットしてください。もちろんですよ。そうだな。そうだな、大学生にはね、そうですね。でも、T シャツかな。皆さん、全部ゲットしてくださいね。そうね、確かに大学生とか高校生とかはね、確かにアルバイト頑張ってるもんね。うん、まあ篠太郎が買ってくれるよ、めっちゃ面白い。うん、生写真はマフラーがとてつもなくタイプ。え、どれ。そう、皆さんあの3点ぜひゲットしていただけたら嬉しいです。マフラータオルと T シャツとマグカップです。なんか今回減ったよね。なんか今回缶バッジもないって言った。私缶バッジ毎年楽しみにしよったのに、缶バッジないらしい今回。前回何でしたっけ、タペストリーってさ、前回はあれか、ん、前々回がタペストリーとなんか写真立てでしたよね。前回がトートバッグか、前回が良かったですよね。セットになってる生写真どうやって見るんそれ、私見たことないぞまだ。トートバッグの欲しかったよね。そう、しかもあれ私成人式の前撮りの写真だからレアなんで、ですよね。生誕グッズポチりました、嬉しいよ。ランちゃん何が欲しい、ランちゃん何が欲しいのだって。グッズのページに載ってる？
三種くんです。ルーティーン、どうやって見るんですか。これね、今見れた。あ、写真で言ったらな、写真あったんですね。これ写真全部違うんだ。写真で言ったらさ、マグカップが良くない？みんな写真はどれが好きなん？そっか。やばい、17日行けなくなって福沢諭吉さんに無駄になったから7200円安いっていうバグが起きてる。じゃあ買ってあげてくださいよ。めっちゃ面白い。他のも欲しいよなって優しいお兄さんが言ってくれてるよ。アクリルスタンド、アクリルスタンドって何や。で、アクリルスタンドでどれだ。嬉しい、でもありがとう。うん、波動か。待って、波動のあれ、波動のどれだっけ。フライングゲットの衣装のやつ。嬉しい。そうね、最近あの見つけてくださった方だったり、最近ゲットし始めたよっていう、グッズゲットし始めたよって方も多分たくさんいてくれると思うので。確かにね、迷うよね。皆さんぜひ迎え入れてあげてください、私のグッズ。うん、18日会いたいよ。確かに。あ、そう、全部買わないと生写真はコンプリートできません。そういうことです。そうそう、あ、そういえば、なんて書いたっけ。あ、そう、書きました。今日それこそ、今日それこそね、あれですよ、生誕グッズの生写真にさ、いつもコメント書いてあるじゃないですか、コメントとサイン。あれ今日書きました。今日書いたよ。うん、今日お話会の前に上美さんって言われて、生誕グッズの生写真に入れるサインとコメントをくださいって言われて、今日書きました。そういえば、18日サラナに会いに行くけんねって。嬉しい、生でね会えるね、待ってる。え、ひび入ってた。なんで届いてひび、それ交換とかできんと、それとも自分でひび入れちゃった、どっちやろ。でもね、届いて、ごめん、充電器さしてなかったね。そう、タオルと
カップと T シャツですね。アロンアルファ、あ、アロンアルファね。でもなんか自分の推しのグッズにひげ入るの嫌じゃない？なんかショック受けるよね。私が逆の立場だったらめっちゃショックだと思う。あ、生写真はついてるね。そう、グッズ一つ一つに多分特典がない分一つ一つについてるんやと思う。いつもはさ T シャツに付き合ったよね多分。一回ね、おばあちゃんにあげたことありますね。私ついてた生写真はおばあちゃんにあげました。一回目かな、あれは。次はいとこにあげたかな。原因不明、それ一番嫌ね。一番嫌なやつ。うん、原因不明は嫌ですね。タオルとマグカップ買っといてあげるわって優しすぎる。うん、ベン、答えきれない、迷っちゃう。だってお話し会いたいもん。でもね、前に買ってすぐなら、買ってすぐならいけるらしいよ。どう？マングースさん、買ってすぐ？それは。ハート、ありがとう。めちゃめちゃ偉い。連絡先も何も知らんけど。サロン、自分のあれが欲しいです。波動のアクスタが欲しい。うん、アクスタの缶バッジだっけ、欲しいです。冷蔵庫アクスタをちょっと悲しいよ。サロン毎日冷えてるんですか。推しの生誕グッズ割と初めて買うからドキドキ。え、嬉しい。何それ、嬉しいよ。知らないおじさんに買ってもらう女の子の気持ちよってね。待って、それで言ったらさ、ちょっと聞いてください。私ね、ね、これさ、心当たりある方おらん？おらんかな。絶対おらんと思うけどさ、メンバーグッズもらえたりせんと。メンバーは自分のグッズはもらえますけど、それやっぱ家族にあげたかったりするので、やっぱ注文するね。そう、何個も欲しいです。あの10点ぐらい欲しい。うん、5セットとか10セットとか欲しいですね。そう、いつもパパが「パパのは？」って聞いてくるんです。そう、そう、それでね、いや待って、冷蔵庫割れるかもよ。そう、それで、で何の話、ごめんなさい。あの、それで言うとさ、なんだっけ、私がさ、チームメイト AKB に加入する前にね、あの HKT さんのライブに行ったんですね。そう、 HKT さんのライブに行ったことがあったんですよ。そう、そう、あって、1時間結果ありがとう。その時に、あの、私あれ 何年生やったかな、まあ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 、その時に優しいファンの方がなぜか分かんないけど、何が欲しいのって言ってくださって、なんかペンライト買ってくれたんですよ。これ前話したと思う、多分。ペンライト買ってくださったんですよ。
そう、めっちゃ嬉しかったですね。そう、めっちゃ優しいよね。ペンライト買ってくれたんよ、こんな女の子に。ペンライト買ってくれたんよ。で、双眼鏡も貸してくれたんよ。そう、これがあると見れるよって。で、双眼鏡私貸してくださって、あ、これ双眼鏡くれたんかなって思ったら、そう、帰りにさ会って、その方にちょうど、そしたら、あの、双眼鏡ちょうだいって言われて、あ、貸してくれてたんやって後で気づきました。そう、はい、あの、買ってもらったことある。そう、あとなんか生写真をよく、なんか多分ファンの方あれですよね、したりしてますよね、きっと。そう、口で会えないですが、きっと、あの、そこで見た時はそうだったので、そう、自分の推しがやっぱ欲しいじゃないですか。そうで、なんか聞いてくださって、あ、これとこれはダメだけどみたいななんかこの中だったらどれでもいいよみたいな。そう、全然知らない人ですよ、全然知らない、そう、方が、そう、AKB に入る前ね、全然知らないファンの方が、私もあの一般人の、一般人というかメンバーじゃない時なので、はい、買ってくださいました。そう、いや、持って帰るつもりやったとかそういうことじゃなくてさ、あのさ、これどうしたらいいんやろっていう気持ちよね。サーモンが可愛かった、ほんと。そう、うん、買ってくださいました。そう、で、帰りね、お見送りみたいなのあったんですよ、確か。そう、え、めっちゃ覚えてる、めっちゃ嬉しかった、うん、めっちゃ嬉しかった。みくりんさんに、あの、お声かけていただけて嬉しかったですね。よっぽど幼く見えて、そんなことある？いや、そうよ、ペンライトいいお値段するじゃないですか。3000円ぐらいするじゃないですか。それ買ってくださったんですよ、こんな知らない女の子に。当時知らない女の子にね、うん、買ってくださったんです、ペンライト、ペンライト買ってくださって、写真もくださいました、何枚か。うん、あ、ちなみにあれですよ、あの、東西のやつかな、戦いみたいなやつ、あの、赤と白を半分、あ、違う、赤と青半分半分のタオルのやつの時、何でしたっけタイトル、うん、何だっけね。そうそう、あれ嬉しかったですね。あった？部長？生写真くれる人よくいる。え、そうなんや。そうそう、見に行った。え、じゃあ一緒に見ちゃったかもね一緒に見ちゃったかもねそう、買ってくださって、うん、私はめちゃ嬉しかったです、すごい親切な方でしたね。うん、だって別にその後何もなかったですし、良かったですよ本当に。なんか親にはめっちゃ帰ってから心配されたんですけど、まあ、それ心配しますよね。だって、あれ何年生なんやろう、何年生ですか私、あれ高校生、中学生くらいでしたからね。
親にはめっちゃ心配されましたけれど、そう本当にただただ親切な方でしたね。今思えばとても。あ、そう、東の陣西の陣のやつ、そうそう、それ見に行きました。自分は生誕何も考えない。ちょっと浩平さん、そこは優しい、なんか大丈夫なのって。そう、そんなこともありましたね。懐かしい。私何も言ってないのに買ってくださったんです。そう、自分もキングケツ大学生やったからよくわかるって、かわいい。自分そこ見に行ってたの、え、一緒？みんな一緒に見ちゃった？いや本当にすごいよね。何も知らない見知らぬ女の子にペンライトを買い与えてくださる方がいるんですよ。確かにグッズに学割欲しいね。そうそう、うん、夜行バスいいね。じゃあタオルとマグカップ、ダメですよ、ダメですよ。あと30分で24時、ありがとう。じゃあそろそろランキングをね、読んでいきたいと思います。全然甘えていいよ。甘えていいんですか？甘えちゃっていいんですか？甘えちゃっていいんですか？甘えちゃいますよ。ああ。甘えていいの？本気？じゃあランキング読んでいきたいと思います。13位はゆあちゃん、ありがとうございます。待って、久しぶりのゆあちゃん、違う。12位はゆりさん、ゆりちゃん、待って、ゆりさんとか言っちゃってめっちゃ違和感半端ないね。ゆりちゃんありがとう、いつも。11位はりゅうさん、ありがとう。10位はそうしさん、ありがとう。9位はカラスのかーこさん、今日もありがとう。8位はダニさん、ダニダニさん、ありがとう。7位はスーさん、ありがとう。6位はしのたろアットマークサラネ大好き、生誕ティーとマグカップ買いました、最高です、ありがとう。5位は赤さん、ありがとう。4位はリボンちゃん、ありがとう。3位はワサップさん、ありがとう。2位はキーちゃん、1位はありがとう、待って、2位はキーちゃん、ありがとう。1位はナットマークそらちゃん大好き、お話かありがとう。来月楽しみ、私も楽しみ、ありがとう。はい、ということでありがとうございました。甘えるって糖度何度ぐらい？この間スーパーに売っちゃったスイカが 12.5 だったので、最大、私は 30.5 ぐらい甘えたいと思います。どうですか？じゃあ皆さん、今日もありがとうございました。スクショタイム感ボサボサだから嫌なんですけど、うんうん。
やだよ。はい、終わり。虫歯になりそう。ちょっと。ということで皆さん、今日もありがとうございました。明日も4部待ってますんで、皆さんぜひお時間のある方はどこにいても参加できるので待ってます。ということで今日もありがとうございました。せーの、そらもじゃんけんじゃんけんブン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 、みんなありがとう。おやすみなさい。バイバイ。明日。